はいそれではホワイトボードを写される方は写していただければと思いますはいそれでは第13章その他ファイナンスの知識こちらの内容になりますまずは第1節のタックスシールドこちらの内容に入っていきましょうテキストでは278ページからになりますまずこのタックスシールドちょっと以前言葉は出てきましたよね 第10章の最適資本構成のところの中からワッ,クワックのところで式の中に1 t とといいうのがあったかと思いますでこの 1-t って何でこういうことをやってるかといいますと節税効果によよるものですよというお話をしましたでまた、あ、それについてこちらでは詳しく述べていくことになるんですがまずは定義のところがこの278ページの最初のところにありますのでまずはこちらを読んでいきたいと思います。 一行目のところからですね税金の存在を考慮してキャッシュフローを求めるときには損金算入した費用について節税効果が発生するとありますつまり損金算入をしますそうするとまあ課税所得つまり税引き前の利益というのが減ることになるわけですねでそれによってそれにかけて税金をかけるわけですから課税所得税引き前の利益が小さくなれば その分だけ税金が減りますつまり節税効果が発生しますよこういう流れになりますではちょっとこう具体例を挙げてですね見ていきたいと思いますまず売上高が100これ全部単位万円だと思ってください100万円の売上高の会社さんがあるとしますで費用が30かかっているとしますそうしますと税引き前の利益は 100から30を引いた70ということになります。で、この税引き前の利益70に、まあ税金がかかってくるわけですよね。で、仮に税金が40%としますと、70の40%、つまり70かける0.4ですから、28という税金がかかります。で、税引き前の利益70からかかった税金お支払いする税金28を引きますと、42というのが税引き後の利益となる。 このよようなな流れになりますよねでは費用これがちょっとかさみまして50になった場合費用が50に増えた場合はどうでしょうそうしますと売上高100で変わらないと100-50で税引き前の利益は50ということになります。でこの50に40%の税金がかかるとすると 50×0.4 ですから20という税金がかかります。この 税引き前の利益五十から税金二十引きますと三十。まあつまり三十万円というのが税引き後の利益ということになります。で、こちらの図を見ていただくと、費用は二十増えています。費用は二十増えたんですけれども、税引き後の利益というのは二十減っているわけではないですよね。十二しか減ってない。これがなぜかと言いますと、税金が八減ってますよね。 つまり節税効果が発生してますよね税金が8減ったため費用は20増えたけれども税引き後の利益20減ってるわけではなくて12しか減ってませんよこんなふうになってますよねというのがこのタックスシールドの流れになります。でこの今タックスシールドという言葉を言いましたけれどもこのタックスシールドについても抗議のタックスシールドと協議のタックスシールド」というものがありまますずは「公義のタックスシールド」というのは テキストの方にも式書いてありますけれども損金参入できるものすべてこれに税率をかけたものこれが講義のキャッシュタックスシールドですねタックスシールドというふうに言います。で競技のタックスシールドは何かと言いますと減価消却費にに税率をかけたもののこれが競技のタックスシールドになりますなぜこのような違いがあるかと言いますとまあ損金参入ができれば 支出が伴っているか伴っていないかというのを考えずに。とりあえず税金は減るよね。という考え方が抗議のタックスシールドの意味になります。ただ、結局損金算入ができたとしても、支出伴っている場合はキャッシュは減ってしまいますよね。ですから、まあキャッシュフローを大きくするような効果というのは、まあ、あんまりないとも言えます。ですから、協議のキャッシュ、え、タックスシールドですね。タックスシールドという場合は減価償却費。 減価償却費というのは当期はこう費用として損金算入されたとしてもキャッシュは出ていってないわけですよねですからこれキャッシュを増やす効果が大きいですよね減価償却費として費用としてはかかるんだけどもお金がこう出ていくわけではないですから節税効果タックスシールドによってキャッシュフローが増える効果が大きいので この減価償却費に税率をかけたものを競技,とキャ競技のキャッシュタックスシールドと言いますよというのがこちらそうですねテキストの方にも書いてあるかと思います。四角1とと2のところですかねでこのタックスシールドについての計算方法カッ2とまあ,あと資格3のタックスシールドの例題なんですけれども例題とこちらちょっと数値は掲えてありますからまあこちら理解できたらこちらの資格3の例題テキストの方も 理解できると思いますのでこの実際数字でもちょっと流れを追っていただきたいんですがまずはタックスシールドの「括弧2」の考慮したキャッシュフローの計算方法が2通り載ってますよね。が「キャッシュフローイコール税引き後利益足す減価償却費」「2」が「キャッシュフローイコール売上高引く現金支出費を括弧閉じてかける1ス税率 1−t のところですね。 か多数、減価償却費かける税率となっているかと思います。で、こちらはどういうことかと言いますと、仮にこの二十ですね。この二十増えた分は全部これ減価償却費だとしましょう。そうするとどうでしょうか。これ、減価償却費二十かかっていたとしても。この二十の分、これは費用ではありますけれども、支出は伴ってないわけですよね。 ですからキャッシュフローとしてはこれにプラス20をしたものつまりキャッシュフローとしては50万円ということになりますよねこの例で言えば。という考え方が1の例です。つまり1税引きご利益に減価償却費を足せばいいですよということですね。で2の方はちょっと式長いんですけれどもこのケースで言うとどうなるかと言いますと。 最初の括弧売上高引く現金支出費用 ×1 引く税かける一引く税率というところがちょうどここの計算式になりますかね。この30についてはまあ支出を伴う費用で20については減価償却費だとしますとこの流れがちょうど前半部分になっていると思います。で42に対してあとはその後の減価償却費足す税率。 20に対する税率の40%っていうのがちょうどこの節税された部分ですねここがまあタックスシールドになるんですがこの分この分を足しますとすでちゃんと同じ50になりますよね、まあ、このようにどっちの式でやっても同じ数値になりますよということですでその証明というのが279ページの一番下のところに載っているかと思いますまあ後半部分ですねでこれ結局中学学校で学習します 分配法則ですね分配法則を使っていくと結局同じ式になりますよという説明になりますのでちょっとこちらも手を動かしながらご説明というかあのご自分でやってみていただいてあ本当にそうなるなというふうにご確認いただければと思います。そして次が資格2のところ次の280ページになります。賞味現在価値法とととリスクというところになりますでますずは 括弧 1>, 1, 1の賞味現在価値の代償とリスクの代償の1のところの式これはもうおなじみですからよろしいですよね。賞味現在価値法の計算のところまあ1年目まあ0年目が CF0 というのがあって1年目は1年目でこう1プラス R というのが分母にいきましてその分だけこう割り引いていくわけですよね。年目以降もこう同様に 割り引いていくことによって、正味現在価値というのを出しますよ。というおなじみの式になっているかと思います。で、この正味、現在価値 npv っていうのはま基本的には大きい方がいいわけですよね。で、いくつかまあ、案があったとしたら、プラスの案の中で一番大きいものこれを選びますよという流れになります。ただ、この正味、現在価値法というのはリスクの代償については考えられていないですよね。 ですからリスク大きいか小さいかいろんな投資案件の中でリスクが大きいか小さいかというのをこの賞味現在価値法の計算式の中にこううまく組み入れられないかなというお話になりますですからまあこの式これがおなじみの賞味現在価値法の式になるんですけれどもリスクがもし大きいものリスクが大きいものについては NPV この計算結果は 小さく評価されるべきなのではないか、こういう考え方です。ではどのようにしていったらいいのかなというのが資格三と資格四にありますかね。確実性投下法、確実性投下法ですね。そしてリスク調整割引率法、リスク調整割引率法。この二つの例が載っているかと思います。テキストでは資格三と資格四ですかね。資格三と資格四になってますが。 これどのような違いがあるかと言いますとまずテキストの方を読んでいきましょうかでちょっと最初のところにアンダーライン引いていただければと思いますまずは281ページの確実性投下法の方ですね割引計算の分子将来のキャッシュフローに確実性投下係数こちらを上ずることでリスクを考慮した賞味現在価値を求める方法であるとありますつまりもともとはこういう形で表していくわけなんですが これリスクが大きければ小さくしたいわけですよね小さくするためにはこの分子の方に注目しましたで分子にリスクが大きい場合リスクが大きい場合はまあ,ある数値をかけましょうつまりリスクが大きい場合この CF1CF2 というのを小さくしていきましょうね分子を小さくすることで この値を小さくしていきましょうね。という考え方ですテキストでもえアルファ1アルファ2という形でこうかけていってますよね。この cf1 にアルファ1という値をかけること、0から1までの間を取りますけれども、まあ、そこの値これを例えば小さくすることによって、この cf1 というのが小さくなります。そういった形でリスクを加味して npv を求められるというのが確実性、飛ぶ法の考え方になります。 で一方もう一つがリスク調整割引率法なんですけれどもこちらについてもアンダーラインを引いて頂いければと思います四角4の方の最初のところですね割引計算の分母割引率にリスクプレミアムを加えることでリスクを考慮した賞味現在価値を求める方法であるとありますで今度はこっち分母に注目したわけですね分母にある値これを加えるリスクプレミアムの値 リスクが大きければ大きくなるほど大きい値を足していけば分母これは大きくなればなるほどこの値は小さくなりますよね全体の値は小さくなりますからそういった形でこのリスクが大きいものについては NPV の値を低くするこういったことをやっているこういった調整を行っているという形になります。つつまり確実性投下法ににいてては分子をを小小ささくくするこことによってこの N P v の NPV 値を小さくする 丸二のリスク調整割引率法については分母を大きくするこのことによってこの値まあこの値ですね NPV の値を小さくしていくこのような形になるというわけですよろしいでしょうかえそして資格三は不確実成果の意思決定まあ主にデシジョンツリーについて扱っていきますがこちらについてはまたホワイトボードを切り替えて進めていきたいと思いますよろしくお願いいたします。 はいそれではホワイトボードを写される方は写していただければと思います。それでは第3節こちらですね不確実性化の意思決定とというところになりますでこのまずは四角1のところ概要になっているんですけれども概要としてはですね例えば NPV 法ですね賞味現在価値法ではこういった図を書いて考えていったりしましたよね。 つまり初期投資があって、そしてこう毎年キャッシュフローが発生していきます。それをこう現在の価値に割り引いていって、現在価値を求めますよ。正味、現在価値を求めますよというお話でした。ただこう。実際実際に考えていきますとどうでしょうか？この正味、現在価値法っていうのは最初にこう計画した。こういった一本道のシナリオ。 これをもうやり通すという前提で評価をしてますよねただこれ現実的に考えるとどうでしょうかねこれ現実的に考えれば例えば景気が変わったり不景気になることもあれば好景気になることもありますそうするとここの矢印この値っていうのは変わっていきますよねあとはまあ状況が変化してちょっとこれよりももっといい案件があるとかこれはちょっとやめた方がいいんじゃないか そういうふうに考えていく必要が出てくるケースもあるかもしれませんそのようにこういろいろ分岐がある可能性があるわけですよねですから現実的に考えればこういった分岐ですね今お話したような状況の変化や景気の状況こういったものを考慮して分岐を考えていくこういった必要があるときにどういうふうな形でやっていけばいいかというのがこの後の四角二のところにありますデシジョンツリー こう、木のように枝分かれしていくようなものをこう図にする。こんな形で考えていきますよ。というのがこのデシジョンツリーというものの方法です。で、こちらがそのデシジョンツリーに関する説明になります。で、このデシジョンツリーちょっとこの図なんですが、少し下半分は省略しております。え、テキストですと283ページこちらに載っている。図まこれがこう全体が描いた図なんですけれども。 ちょっと今,今回は計算方法をご説明するために上半分だけ書かせていただきましたでこちらのまず計算方法を説明させていただく前にですねこれ四角と丸の違いですねここ丸でここは四角なんですねでこの違いについてのお話をしていきたいと思いますテキストでは283ページの123456行目のところですねちょうどす ちょうど2段落目ですかかねのとところにあるかと思いえすデシジョンリーでは分岐図中の四角を意思決定者によって意思決定の選択が行われる分岐とし丸を意思決定者がコントロールできない不確実な事象の分岐とすることとなっているこのように書いてあります。つまりこの例このテキストの問題の例で言いますと初期投資の400万円は四角になっているのはなぜかと言いますと。 これは自身で初期投資すべきか、それともしないべきかというのを決定できますよね。自分で意思決定、コントロールができるわけです。一方、ここの丸のところというのは、この後。三百万円のキャッシュフローが得られるケースもあれば、四百万円のキャッシュフローが得られるケースもあるんですけれども。これ、どっちかっていうのは選べないわけですよね。 どっちになるかというのは自分自身で選べることができない選ぶことができない場合は丸を使って表しますよこれが丸と四角の違いですよということですで、あとは続いてこれどのように計算をしていくかという方法なんですけれどもえそれはこの図が書いてあるところの下のところに書いてありますねえデシジョンツリーを用いた評価では最終点に近い意思決定から視点へ向かって戻る方法を採用する 経済学でもゲームの木という似たようなものがありましてそれでバックワードインダクションというのが経済学のテキストに載っているかと思いますそのバックワードインダクションというのも後ろからこう結論を導いていくような方法でしたそれと同じようにこう後ろからたどっていって計算をしていくような形で計算をしていきますではちょっとこちら見ていきましょうまず後ろからですからこっからではなくて こうですね。ですからこの時点での現在価値はいくらになるかなというのを考えていきます。でそのためにどうするかと言いますと、まあこちらこの期待値にこの確率というのをかけていきます。でそれぞれを合計していけばいいわけです。そうすると300万円になるのが0.5、2分の1ですから300かける0.5。そして400万円になるのも同様に0.5ですから400かける0.5。これを足します。 そしてこの時点では200万円こちらのキャッシュフローが得られますのでその200万円も足しました550万円というのがこの時点での現在価値になります。で一方ですね反対側下半分ちょっと省略してありますけれども下半分の方も実際こうご自身で確認をしていただければと思います。実際いくらになるかというのと計算式についてはまあテキストの方にも載っておりますけれどもこれ650万円になるかと思います。 そしてそれがこう計算できたところでまた今度戻って初期投資のところ初期投資時点での現在価値を計算していきます。でこの計算方法については先ほどと同様ですね。今度はこの時点で万円でしたでここが0.5ですから 550×0.5。そしてこっちがちょっと書いてないですけれどもこの下側は650万円になりますので 650×0.5。 そして初期投資は400万円ですからこの400万円を引きますと200万円という現在価値消費現在価値の期待値が計算できますよこんなような形になりますどうでしょうよろしいでしょうかこういった形でこう後ろから計算していきますよというのがデシジョンツリーの考え方ですテキストの方でも283ページから284ページにかけて このそれぞれの式が載っているかと思いますので合わせてご確認いただければと思います。で最後のところリアルオプションのところですね四角さんのリアルオプションというのは何かといいますとこうさらに現実的に考えていくとどうかなというものになります。で例えばの例としては分割投資ですね。分割投資つまりこれ初期投資400万円というご説明をしましたお話で例えですね説明をしましたけれども。 例えば一括投資しないパターンもあるんですねどうなるかこうわからないので初期投資300万にしておいてうまくいきそうだったら追加投資を100万円して合計400万円で投資しようとかこういったケースもありますこの場合最初の初期投資例えば300万円をした後に追加投資100万円をするかしないかというのでまたこういろいろ枝分かれしていくわけですね こここうういいいった形で考えるののののをリアルオプションととと言まますすよというのがこの最後のところになりますどうでしょうかよろしいでしょうかでこれで第13章、まあ、最後の章ですねこちらで終わりになりますがまたいつものように最後の丸抜チ,チェックのところですね必須テーマ丸抜チ,チェックから1問やっていきましょうこれを問1にしましょうか問1貸し付先企業の財政状態が悪化すると 割引率が低くなるため貸付金の現在価値は小さくなるどうでしょうこれ丸でしょうかそれともバツでしょうかこれバツですよねこちらどうでしょう皆さん正解できましたでしょうかこれ違うところは割引率が低くなるためと書いてありますけれども実際にはこれ割引率が高くしないとダメですよね高くすることで現在価値を小さくするこのような形になります どうでしょうか。正解できましたでしょうか。で、おそらくここまで学習された方でしたら正解された方が多いかと思うんですが、間違われた方、それは知ってるのに説明聞けばそれはそうなのに間違えてしまったよって方もいらっしゃると思います。で、特にこう現在今の段階でではなくて実際の本試験ですね。本試験ではこういったものを見落としがちなんですよね。本当はこれ知っていることなのに。 ちょっっっっっととと読読み飛ばしししししててててまままんで見落た割引率が高くなる高くなることで現在かつ小さくするそれは習ったし知っていることなのに間違えてしまうこういったケースも一時試験本番ですと緊張ししたりりてよくありますですでからこういったものを落ち着いて読んでいくということが重要ですので特に間違われた方はこれを落ち着いて読むためにどうすればいいのかなこれなんでミスしたのかなというのを分析したりすることも重要かなと思います。 ではこれで第13章まで財務会計のテキストを全てやっていきましたけれども主にこの財務会計の科目アカウンティングとそれからファイナンスに分かれていきます。でその場合はもちろんそこの単元を詳しくやっていくもう一度復習していくということも大事ですし。 あとはそうですね全ての基礎になってきますのが一番最初にに学習した募金の内容になってきますですからそうですねちょっと苦手で難しいところがあるなという方は、まあ、そこの内容を復習するだけではなくてもう一度こう簿記のところ最初のところの簿記や仕分けの内容ですねこれに戻っていただくと理解が深まったというケースもよくありますのでそうですねそういった場合はちょっと簿記とかそれから仕分けのところ もう一度ご確認いただくことをお勧めいたしますそれではここまでご覧いただきましてありがとうございました